悪徳のハエ事件とは、1959年に日本で翻訳出版された書物が、歪説の文書に当たるとして翻訳者、出版者が、刑法175条により起訴され、有罪とされた、刑事事件である。被告人、渋沢達夫並びに現代視聴者社長、石井教授は、マルキドサドの悪徳のハエを翻訳し、出版した。しかし、同書には、 性描写が含まれており、これが歪説物販布等の罪に問われたものである。第一審は、チャタレイ事件の審査基準を引用し、三要件のうち一点が該当しないとして、無罪を言い渡した。検察側が控訴したところ、第二審では逆転して、一審を罰金10万円に、渋沢を罰金7万円に処する有罪判決となった。これに、被告人たちが上告。 最高裁判所、昭和44年10月15日大法廷判決は、以下の趣旨により、被告人の上告を棄却した。この判決には一人の補足意見、一人の意見、五人の反対意見がついた。その中で注目されたのが、裁判官、田中次郎の反対意見である。田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ、文書には当たらないとの判断を下した。 また、裁判官、色川光太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。ありがとうございます。